クラピカは一体どんな修行をしたの？鎖を具現化しようと思ってからはイメージ修行だな。目をつぶって感触を確認したり、何百何千枚と射精したり、ただ眺めてみたり舐めてみたり、音や匂いも。鎖で遊ぶ以外何もするなと師匠に言われたからな。しばらくして鎖を取り上げられた。そうすると今度は幻覚で鎖が見えてくるんだ。その幻覚の鎖にやがて重たさや冷たさ、擦れ合う音を感じるようになる。そして自然と具現化した鎖が出せるようになったんだ。それ以外はゴンたちと同じだよ。